お互いに全然も話せない、うん、言われた人もあったかもしれませんが、私たちは言われたけど、やっぱり後ろめたさがあったがでしょう。そういうことをやらされているということについてですね。じゃあ、 谷崎さん自身もやはり、なんていうか罪の意識っていうか、なんか後ろめたい気持ちを持たれたんですか？いやー、私らはね、直接その実験にはかかりませんでしたのでね、夕方になりますとね、時々ですね、軍服ではなしにですね、黒い普段の服に着替えてですね、中国人が着ているような服装にして、何かを持ってですね、出かけていくんですよ。それも見かけたことはありますけどね、どこ行くかというようなこと私たちも聞いたこともありませんし、どこ行ったか帰ったことも気がつかないんですから、かなり遅くなってから帰っていたんじゃないかと思うんですがね、おそらくどっかに、細菌を持って出て行ったのじゃないかと思いますね。